福島瑞穂君。はい。立憲国民新緑風会社民の福島瑞穂です。え十一月二十九日の閣議後の記者会見で。 ジャパンライフの元会長が、桜を見る会の招待状を宣伝に利用していた問題について、記者から消費者庁としてどのような調査を行っているのかとの質問に対し、江藤大臣は、宣伝に利用された招待状から信用した方もおられたようだが、私は個人的に言えば、誰と誰に会いましたよと名刺を出すような方は、何かちょっとおかしいところがあると思う、私としては最初からそういう方は要注意だと思って、普段から接するなどと、 宣伝を信じた被害者に落ち度があるかのような発言をしたと報道されています。え、これはまさに被害者を批判していて、消費者担当大臣が消費者被害をなくすための大臣であるということに。真っ向から反する被害者を踏みにじるものではないですか。江藤大臣。えー、まあ、あの、私はですね、自分としては、その普段から。 えまあ自分が心がけているか、そう思っているというような心構えについて発言したものであります、えー、まあ私は虎の意を借りようとするような行為が大嫌いでございまして、えー、そういう意味で,で、彼の行為は認められないものというふうに思っています、えー、被害者自身が悪いといったような印象を与えたとするならば、まさに私の不得の致すところでございますので、大変申し訳なかっったと思っています、はい、福島みずお君。はいえー そういうふうに被害者を批判したように取られた方がいられるいら。いるなら、非常に残念とも述べられました。これ別に、とら、被害者に対して、やっぱりその落ち度を責めている。自分はそんなのに合わないよって言っているので。大変問題であり、被害者を批判したと取られる方がいるなら、非常に残念。こちらも極めて問題だと思いますが、いかがですか。江藤大臣。 今申し上げましたように、そういうつもりは、意識が全くありませんので、ただ、えー、彼のこういう行為に対してですね、えー、最もですね私が嫌いな、えー、感じというか、ですねまあなんか虎の家を借りて、えー、知ってるからってからかぶせようとするような、ですねそういうことについては大嫌いな行為でございますので,で、すね、えー、そのことについて、私は所感を述べたわけでございますけれども、えー、まあ、そういう意味で、彼の行為はですね、 到底認められるものではないという具合に思っています、はい、福島みずお君性暴力に遭った人に対して、私は夜道を歩かない、私はそうちゃんと注意するから、私はそんな被害に遭わないと、性暴力被害者の担当大臣、男女共同参画担当大臣っいったら、大問題じゃないですか。 自分は気をつけていて、そんなのを信用することはないっていうことそのものが、全くその消費者庁がジャパンライフに対して、しっかりもっと早くきちっと取り組んでいたら、こんなに被害は拡大しなかったという担当大臣であるという認識があまりになさすぎる、被害者に対して、その落ち度を言及することそのものの問題点については、どうお考えですか。江藤大臣 被害者についておち度を言及するということは全くありません、そういうつもりも全くありません、えー、それで私としては言ったように、彼のです、ね、行った行為自身が、要するに虎の意を借りようとしてです、ね、そういうことをしようとすることについて、とにかく一番私におりましたら、嫌いな行為であるということをその申し上げたところでございましてです、ね、だからまさに彼の行為というのは認められるべきではないという具合に思ってまして、私もまた認めるべきでもないという具合に思っているところでございます。 福島みずお君でも結果的に、被害者の落ち度を問題にしてるんですよ。 誰と誰とに会いましたよと名刺を出すような方は、何かちょっとおかしいところがあると思うというふうに言うのは、大臣の心構えとしてはいいけれど、それはこの場合、不適切ですよ、おかしいですよ、それと、昨日、野党の対策本部に2人のジャパンライフの被害者の方が来られて発言をしました。ままさにご存知ここのののの大きなチラシ桜桜ををを見見るる会会会招招待待状状長がもらって,ますっていすとうあり受付 があり、そしてビデオでもそのことを歌ってるんですね。つまり、桜を見る会のこれが総理主催というこの桜を見る会がジャパンライフのあのこの信用力を高め、広告塔として機能し、2015年たくさんの人たちを消費者被害に巻き込んだ。これについてはどう思われますか？江藤大臣えっと消費者庁としてはですね。ですから。えー 平成26年ですね、2度にわたって行政指導しですねそして4度にわたって行政処分をしてきたところであります、ですから、えーまあ、あのちゃんとこれを防げたかということにおいては、ですねやっぱり問題もあったと思ってますが、それにですね被害を拡大しまいとして、ですね努力をしてきたことは、 あの消費者庁が努力してきたことは私は間違いないと思っております、でその働きを果たしてきたというふうに思っています,です、ねまあ私どもも、えーまあ、改めてです、ね、役所に帰ってです、ね、それについて、えー、もうちょっと時間を短縮できなかったのかとです、ね、そういうです、ね、あるいはもっ,ともっと強い権限で何かできなかったのかということについて考える時期が来てるんではないのかと。 いうことを申し上げて幹部とも話をいたたししました、まあ、幹部の方もですも、ね、そのとおりでございまして、そういう検討に入りたいという話をいたしておりましたので,で、すね私どももそういうことについて、真摯に、えー、皆様との声につ,きついてもです、ね、耳を傾ける必要があるという具合に思っています。 福島行政指導が行われているのが2014年などあり、9月、10月なんですが、2015年の桜を見る会に、行政指導を受けているようなところが、桜を見る会に招待されている、これについてどう思われますか江藤大臣。えーまあ、その文章が、えー、桜を見る会に、えー、なんか出たということですね、まあ、個々の。 招待者については私どもは知りませんが、そしてその時点においては申し上げましたようにです、ね、消費者庁にこのことの,その推薦とかなんとかは来たんではないでしょうと、消費者庁はすでに行政指導をしている段階ですからです、ねで、その間に起こったことのようでございますからです、ね、それはないでしょうということを申し上げたわけであります。 福島みず君行政指導を受けているような、実はもっと早く行政処分すべきだったわけですが、そこを桜を見る会で、えー、総理枠で招待されて、えー、そのことがチラシ、ビデオで大宣伝された、これは極めて問題です。えー、これは、えーとですね、衆議院の消費者特別委員会、2017年4月、えー、28日。 あ18日ですみません、民進党の伊坂信彦議員が提出した資料、平成26年7月31日、課長レクで配布された文書、えー、要回収と書いてありますが、これ、極めて重要な文書なんですが、この存在、これ、消費者庁で議論したということでよろしいですね小林審議官。お答えいたします。あの今あご指摘いいたただきまました資料でございますけれどもあの 今後の違反、非議事件の調査にも支障を来すおせれがございますので、ご質問へのお答えは差し控えさせていただきたいと思福島みずほ君。はい、中身についてまず聞いてません、存在は認めますね、小林審議官。お答えいたしますあの。今、ご指摘の文書の存在自体につきましてもです、ね、その損否につきましても、ご質問へのお答えは差し控えたいと思ってますおい、はい、福島みずお君全くおかしいですよ。 重要な文書じゃないですか、消費者庁、どうしたんですかって言いたいですよ、でこの文書の中身も極めて問題です。えー、弁護士である、弁護士出向の人間は、これはきちっと弁護士見解、通常立ち入り性検査が適当と述べているんですが、えー、に似にてっていうふうになっていると、重大問題は、えー、政治的背景による余波、懸念。 外圧的に立ち入り検査の真意を問われるっていうのがあるんですねお聞きしたい選手的背景による余波懸念って何ですか小林審議官 <laughs> お答えいたしますあの繰り返しになって恐縮でありますけれども、この文書自体につきましてはです、ね、その損否につきましてもお答えを差し控えます。ただあの、もしあの委員のご指摘が本件について政治的な圧力があったのかどうかということを、どうご質問でありますれですれ、ね、ば、あの私どもあの当時の担当者にも確認いたしましたけれども、ジャパンライフの処分にかかる過程で、何ら政治的な働きがなかったものと承知しております福島みずお君。 文書の存在、まあ、認めるわけですね。だって確認したっておっしゃるんだから、これ前提にしてるわけでしょ。ということでよろしいですね、そう理解しますよ、そして政治的、えー、この政治的背景による余波懸念、大変ですよ。 なんで彼が桜を見る会に呼ばれるのか、なんでここのジャパンライフにさまざまな行政処分が遅れるのか、まさに政治的なことじゃないですか、ズブズブでやってきた結果、消費者被害を拡大させた、これは本当に政権、消費者庁、内閣、総理大臣、これ、責任大きいですよ、えー。次にデータについてお聞きをいたします。 あそのデータの前に一言、江藤大臣、この間のこの特別委員会で、何人招待をしたのかという私などの質問に、えー、事務所に帰って確認するとおっしゃいました、何人、えー、招待されたのか、お答えください江藤大臣。11月20日の参議院の地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を受ける委員からの。 ご質問を踏まえまして、総理主催の桜を見る会に関し、自民党から私の。えーはいえー、連絡があったこと、それから推薦を行ったことが確認できました、から私の事務所を通じて、えー、4組を推薦したというふうに聞いています。はい、福島みずお君はい 2018年4月の桜を見る会では、自民党の府議や県議が招待をされていたといいます。自民党総裁選5か月前に招待状が送られていたが、内閣府から自民党所属の京都府議と滋賀県議全員に招待状が送られていたと言われています総裁選を目的に招待状を送ったんでししょうか大西審議官お答え申し上げます。 昭和27年来行われております桜を見る会についてでございますけれども、この会につきましては、各省庁からの意見等を踏まえまして、 各会において、功績、功労のあった方々などを幅広く招待をしてございまして、招待者につきましては、内閣官房及び内閣府におきまして、最終的に取りまとめをさせていただいているところでございます。で過去の招待者名簿につきましては、ご指摘のいただきました昨年のものも含めまして、すでに廃棄をされておりまして、詳細は不明でございますが、いずれにいたしましても、個々の招待者につきましては、招待されたかどうかも含めて、え、ー ここ個人に関する情報でございますので、従来から回答を差し控えさせていただいているところでございます、あの先生ご指摘の目的はというようなことも含めてということだと思いますけれども、自由民主党の中でどのような取り扱いをされているのかにつきましては、承知もしておりませんし、またお答えを申し上げる立場にもないと存じております。 福島みず君税金使った桜を見る会が、自民党総裁選のためや、選挙のために使われる、総理の後援会のために使われている、おかしいじゃないですか、60年前の桜を見る会についてのデータを、これ、私たちはインターネットでも見ることができます、保存期間は永久、国立公文書館に保管されていて、見ました、文化勲章を受賞した人や、いろんな人が出ています。 桜を見る会に呼ばれるのって名誉なことじゃないですか、隠すことではないんですよ、シュレッダーにかける必要も、廃棄する必要もないですよ、堂々と出して、そして今、私が言った質問のように、誰が呼ばれたのか、どんな時代だったのか、後世で検証する必要があるじゃないですか、どうですか大塚官房長。 この桜を見る会の,その名簿等のデータでございますが、これはもう、の今の,その公文書会の会議の中で、いわゆる1年未満文書としてえ位置づけているところでございます。その理由は一つは、やはりその会の終了をもって使用目的を終えること、そして何分にもえ多量な個人文書でございますので、使用目的を終えた後も、また引き続き持っているということは適当でないと考えていること等から、1年未満文書として位置づけているところでございます。 福島みずお君後から検証できないじゃないですか、今年の分だって、去年の分だって、検証できないんですよ、で桜を見る会に出るのは名誉なことだから、隠すことではないですよ、インターネットで電子データとして持っていれば何も負担はない、これ、公にできないことそのものが、桜を見る会の近年における変質と大問題だと思います。 っとです、ね、月今年の5月9日に、共産党の宮本議員が資料要求したら、なぜかその1時間後にシュレッダーにかけられていた、この時点で、電子データはありましたか、どうですか大塚官房長。電子データの廃棄についての立場でございますが、あのこの正確な記録はまあございません。ただ あの実際にその担当した職員の記憶によりますと、紙の廃棄、これは5月の9日の午後まあ1時からあの3時ぐらいということでございますが、それと前後して、ちょうどこの今回はあの10連休でございましたので、その連休明けの5月7日から9日までの間に削除を行っていたのではないかということでございました。また当該職員はは遅くともこの5月10日の月日時点では まあすでに電子データも廃棄していたということでございまして、紙媒体の廃棄とほぼ同時期に電子データにつきましても廃棄をしていると、私ども考えております、はい、福島みぞ君、ログが残ってるでしょう、ログが残らないインターネットなんてありえないですよ、履歴が全部消えたら誰が侵入したかも分からない、一体いつ消去したのか、なぜ明言できないんですか。<上>大塚官房長 もともとこの招待者名簿、あの先ほど申しましたように、今の,その公文書管理の体系、法律、ガイドライン、さらには文書管理規則に基づきまして、保存期間1年未満と位置づけているところでございます。でその上で 会の収労を遅大なく廃棄するという取り扱いにしてございますので、要すれば、あらかじめ定められたルールと手続きにし持もって削除されましたので、今段階でそのログの解析など、それ以上の調査を行う必要はないものと考えております、はい、福島みずお君ログを見てないんですか。 大塚官房長今申し上げたのは、手続きに従って行ったことでございますので、ログ解析などの調査を行う必要はないと考えております、はい、福島みずお君じゃあやってくださいで、これ、いつ廃棄したかが問題になっているのに、何日ごろとか言って、国会をやっぱりなんと思ってるんですか。 なんとかゴロってひどいじゃないですか、で今の答弁で、えー、その電子データのログも確認する必要はない、確認してないということが明らかになりました、大体いいログ残るはずで、なんでこれが曖昧なのかが分からなかったんですが、これ、必要ないっていうのは大問題ですよ、出せばいいじゃないですか。で これはあのお手元に資料をお配りしておりますが、データファイル群、右側にバックアップ群があります、データファイル群に関しては、昨のの対策本部でも課長は最大8週間は保存していると言いました。ということは、5月9日、宮本議員が資料を要求し、なぜか1時間後にシレッダーにかけられて、えー、大変だと、じゃあ、電子データを早く出そうというふうにこう普通なるわけじゃないですか。 だったら復元も可能だし、えー、そして、しかし5月21日の時点で廃棄したって言ってるんですよ、電子データはこの時点で、えー、復元っていうか、この真ん中のデータファイル群にあるわけです、だったらここで出せばいいじゃないですか、宮本議員に、廃棄したっていうのは虚偽答弁じゃないですか。大塚官房長 あのまずちょっとあの委員ごくばりのこの資料とちょっと私どものシステムの関係があのにわかにあの分かれてかれるところもございますが、私どもの,その内閣府、これはいわゆるその今お話になったいわゆるあのバックアップのデータでございますが、これはまさしくその例えばハードリスクが故障するハッキング対策ですとか、自然災害による破壊も予想される中で、そうしたそのリスクに対して、 業務継続性を担保するという意味から、このバックアップデータを取ったわけでございますが、これはですから、通常の全くシステムとは別のところで、その一般職員が直接アクセスできないような形で、置かれているものでございます。従いまして、一方で通常のいわゆる行政文書にあたるような公文書管理法上の概念。 これはやはりその職員が組織的に用いるものということでございますので、そうした一般職員が直接アクセスできないような形でのデータというのは、これはいわゆる行政文書には当たらないという前提で考えまして、委員ご指摘のその5月の下旬でも、共産党の議員の先生からお問い合わせいただいたときも、そういう意味で行政文書としては廃棄をしたというふうにお答えをしたものでございます、はい、福島みぞう君。 紙媒体と電子データ媒体は同じものじゃないですか、この時点であるんですよ、このお配りした配布資料の真ん中のデータファイル群にあるんですよ、昨日も課長は8週間、最大8週間保管してると言いました、国会議員から言われたら、じゃあ、これはですね、正確には、いや、復元、えー、ありますよと、復元して電子データはありますよ、しかし、えー、お見せすることはできません、なら分かりますよ、100歩譲って、廃棄したっていうのは完璧に嘘じゃないですか。 この時点であったんでしょう大塚官房長あのお言葉でございますが、私ども、例えば文書の作成、更新、廃棄といったようなことは、これはあくまでもその公文書管理法上の行政文書を念頭に申し上げております、それで行政文書とは、一つの要件の一つとして、職員が組織的に用いるものということでございまして、いわばそのウイルスハッキング対策ですとか、データの故障等を念頭に、 取っているバックアップデータ、これは一部の職員のみがその専門的な技術に基づいてアクセスできるものでございますので、あのいわゆるその組織として、共要性を欠いていると考えており、行政文書には当たらないと考えておりまして、その前提に立ったこれまでのお答えでございます、はい、福島瑞生君。電子データは公文書じゃないんですか。委員長大塚官房長 行政文書に当たる電子データも当然ございます、ただ、あの委員が今おっしゃってる部分は、あくまでもバックアップデータの話でございまして、こちらは今ご説明したような理由にもよりまして、えー、行政文書に当たらないと、私どもとして考えたところでございます、はい、福島みずお君これね、バックアップ群はなかなかまあアクセスできない、しかし、バックアップは完璧にしてるんですよ、で私が問題にしたのは真ん中のデータファイル群で、ここは8週間、最大限保管してるんですよ。だったら うっかり国会議員が要求した資料、シュレッダーにかけちゃったんでしょ、普通はそこでログを確認するで出てきたら OK、それが確認してないんであったとしても、えー、廃棄したんじゃなくて、復元すればいいじゃないですか、8週間ないんだったら復元できるんですよ、じゃあ逆に言うと、この真ん中のデータファイル群を、えー、まさに削除したのはいつですか。 大塚官房長あの先ほどお答えいたしましたが、ちょっとこの先生の,この今お配りしたその資料、例えばデータファイル群が具体的に何を意味しているのか、それと私どものシステムの関係がどうなのかということは、にわかに分かりかねますので今、の今のお尋ねにはあのお答えができないということでございます。はい 福島みずお君違いますよ、昨日課長は8週間最大限保管してると言ったんです、宮本さんが請求した時点で、復元十分可能なんですよ、上書きされてないから、それはどうですか。大塚官房長 その8週間と申し上げましたのは、あくまでも先ほどから申し上げたです、バックアップデータとしての最大の保管期間が8週間ということは、あの担当申し上げたかもしれませんが、それと今のこの先生がお配りのこの資料にあります、このデータファイル群なるものが、どういうものを指しているのか、そこにつきましては分かりかねますので、先ほどお答えができませんというふうに申し上げたところでございます。はい、福島みず君、はいえー バックアップ組んでも結構です8週間は復元できる頑張れば復元できる公文書かどうか別にして国会議員が要求していたら頑張って復元すればいいじゃないですか復元できるんですよなぜやらない大塚官房長繰り返し席をしてございますあの私ども日頃からあくまでもこの行政文書の管理作成 例えば更新、保存、廃棄も含めまして、公文書管理法の体系にのっとったあの対応をしております、そういった中で、あくまでもこの行政文書ということを念頭に、さまざまな対応を取っているところでありあ、のその5月の下旬の先生からの求めに対しても、その行政文書という通常の我々の業務の執行のルールを前提にお答えしたところでございます福島みそ君そんなのおかしいですよ。 出せと言われて、廃棄してますって言ったんですよ、行政文書だからとか言ってないですよ、廃棄しましたって言ってるんですよ、嘘じゃないですか、なんぼでも復元できる、えー、そしてバックアップ群の一番右側、いつでもできるんですよ、新,、えー、新クライアントシステムを採用していると総理が答弁しました、このシステムを使うと、今、インターネット上にあふれていますが、これ、復元できるっていうのは多いんですね、このシステムを使うとデータが自動的に削除されないと聞いています。えーこれで えこれはだから復元できるというのでいいですね一バックアップ群で復元できるよろしいですね大塚官房長そのバックアップデータもこれはあの一定期間を過ぎますとまた新しいデータによって上書きをされるということになりますのでまあそれがまあ最大8週間ということでございますあのそれを期限を超えたものは復元ができないと承知をしております、はい、福島みぞう君いやバックアップ群の一番右側は これは簡単に削除でできないんですよこれはまさに削除できない、政府のいろんな情報が簡単に削除されたら大変じゃないですか、あるんですよ、でもね、ログすら確認しない、ログすら確認しないっていうのであれば、そもそも出す気がないんですよ。 隠すつもりなんですよ、シュレッダーかけたのも偶然じゃなくて、隠すつもりで出したくないんですよ、だって出したいんだったら、なんぼでもいくらでもいろんな機会に出せるじゃないですか、隠す、こんなことは絶対に許せません、でこのログに関して、えー、調べて、えー、書類を提出するよう要求いたしますこ国理事会でお分かりいたします。 時間であります。はい。はい、えー、まだたくさんあの質問したいことがありますが、えー、ありますのでまたあのしっかり聞いていきたいと思います。バス十七台のみ中に入る。えー、これはあの全くセキュリティチェックを受けてないって言われていて、なんでこの安倍安倍総理の後援会のみ。 バスが17台、新宿区の中に入り、セキュリティチェックも受けてないのか、さまざまな点が極めて問題です。総理の総理による総理のための桜を見る会、えこの間、江藤大臣は総理を見る会と言い間違えられましたが、まさに総理を見る会、総理のためだけに税金を使って膨れ上がらせてきた、この責任は極めて大きいと思います以上で終わります。 伊藤孝恵君江藤君江大臣に冒頭お伺いします今、江藤大臣、ジャパンライフのこと、彼らのそういうことをしたのは嫌いだと、大嫌いだというふうにご自身の言葉で語られましたけれども、本委員会でまあ調査すべきは、なぜこのように消費者被害が広がったのか、そこに桜を見る会のこの案内状が、招待状が桜を見る会に来ていたということが、それらに寄与していたのかどうか。 そこのところは、ちゃんと話し合わなければ、審議しなければいけないと思うんですけど、いかがですか江藤 <laughs> 大臣。えーまあ、あのこの、えーまあ、ご質問用しにはありませんでしたけれども、えー、本当にです、ね、こ,こんな人、こんな人がですね、 招待者の中に入ってたってこととは信じられないここであります、えーまあこのやっていた行為ということについてですね、えーまあ、こういうやり方をする人っていうのは、とにかくその行為自身は私も大嫌いでございますのでですね、えー、正直言ってびっくりしております。ただ、この段階では、えーまあ、行政指導。